どうなってる？何落とした？何も。何も？そういえば一つある。いや、どうしたんだ？何があった？何も。何も？あるとすれば一つ。どうなってる？何があった？何もない。何も？一つ言っておく。二度と命令には逆らうな。分かったか？何？与えられた指示に従い、口答えするな。あの10秒で作戦が失敗したかもしれん。亡命させるのが目的だろう。目的はアンキャスカーとはめること。亡命はでっち上げだ。任務中は逆らうな。いいな。え？命令されたら従え。質問は決してするな。電話の10秒で作戦が流れかけた。どうせ亡命失敗で流れた。作戦の狙いはアンキャスカートだ。シミットはおとりに過ぎない。今後は黙って命令に従うんだ。何？命令に対してその理由を聞くんじゃない。理由を聞いてる10秒で任務が失敗する。シミットを亡命させる任務だった。あれはアンキャスカートの罠だった。彼はお前を釣り上げる餌だ。それじゃ何か、シミットは餌？そうだ。いいか、彼は薄暗い地下室で処刑されたんだぞ。君も危なかったんだ。一つ教えてやる。シュミットは先週ロシア人と会い、利用できそうなアメリカ人がいると話してた。そんなの嘘だ。デタラメに決まってる。彼はあんたかの知らない。ふざけるな。じゃあ彼を餌に使ったのか。そうだ。彼はあの後当局に捕まって処刑されたんだぞ。君だって同じ目に遭ってたかもしれないんだぞ。一週間前彼はロシア人と接触して君をソ連に売ろうとしてたんだ。そんな嘘言うなよ。あんた彼の目を見てないだろ。知らないくせに。そんなデタラメ言うな。シュミットが餌だったって。そうだ。シュミットは亡命できずに捕まって処刑されたんだぞ。殺されたのはお前かもしれなかった。それだけじゃなく、シュミットはロシアのスパイにお前を売り渡そうともしていた。デタラメ言うな。なぜそんなことがわかる。デタラメじゃない。そんなのデタラメだ。ただのアセットだ。利用して情報を得ればいい。よくそんなことが言えるな。野球カードみたいに好きに取り替えればいいって。ゲームじゃないんだぞ。いや違う、これはゲームだ。だが子供のお遊びじゃない、全く別物だ。危険な真剣勝負、絶対負けられないゲームだ。シュミットは情報を得るための単なる提供者だ。よく言うぜ。それじゃあ野球カードみたいに人を好きに動かすのか。これはゲームじゃないんだぞ。いや、ゲームだ。そう思ってくれていい。だがお子様向けのゲームとはわけが違うぞ。絶対に負けられない、生きるか死ぬかの危険なゲームだ。情報員は情報を集めるための道具だ。ああ、そうなのかよ。じゃあいらなくなった手札は捨てろってわけか。ゲームじゃないんだぞ。これはゲームだ。ゲーム以外の何物でもない。だが子供の遊びと同じだと思うな。これは危険な真剣勝負だ。絶対に負けることはできない。はい。ダンカンだ。何をしてたんだ。ジョギング。何分でオフィスに逃げる。そっちは今何時だ。どのぐらいかかる。30分で行く。なんで。いいか、25分後にメッセージを送信する。他の連中より先に読みたいなら急ぐんだな。はい。ハリー・ダンカンだ。今何をしてる。ジョギング。何分でオフィスに着ける。そっちは何時だ。何分かかる。30分だがどうして。今から25分後にメッセージを送る。他の連中より先に読みたければ急いだ方がいいぞ。ミワだ。ダンカンだが、お前今何してる。ジョギング。オフィスには何分で行ける。香港は今何時だ。何分だ。30分から40分だが。25分後にお前のオフィスにメッセージを送る。他の連中より先に内容を知りたければ急いだ方がいい。ダンカンだ。一体どういうことだ。電信を読め。嵐に突っ込んでくことになるなら風向きが知りたい。ボーイスカウトが大変だ。奴がどうした。どこからかけてる。車から。まったく何を考えてる。子供じゃない、自分で何とかするだろう。ついてから安全な電話でかけろ。ダンカンだ。一体何があったんだ。メッセージを読め。これから嵐に会うならどっちから来るのかぐらい知っときたい。ボーイスカウトがまずいことに。奴がどうした。今どこからかけてる。車から。冗談頼みは。気は確かか。あいつは大人だ。自分の面倒は見られる。着いたら安全な電話からかけ直せ。ダンカンだ。何があったんだハリー。メッセージを読め。これが厄介な事態ならあらかじめ知っておきたい。ビショップが大変なことになった。どういうふうにだ。今どこからかけてる。車の中か。一体何を考えてる。正気か。ビショップなら一人でも大丈夫だ。安全な回線を使ってかけ直せ。レインさん。いや、
元気か。わざわざすまんねえ。アジア南西部のネイサミアーが同席。我々が今話し合っている案件はある特定のミュアー。フォルジャー、来てくれたか。久しぶりだな。今から中近東担当のミュアーが参加する。国際的な問題になりかねない事件が起きた。姉さん。トロイ、久しぶりだ。よく来てくれた。中近東担当のネイサン・ミュアーが同席する。さて、今回起きた事態ははっきり言って国際的問題だ。情報が抜けている部分について穴埋めを頼みたい。手で塞げばいいのか。協調性のあるメンバーとして加わってほしい。何がおかしい。そう言われるのはいつも補欠要員にされる時だ。深刻な事態だ。君には不足している情報の穴埋めを頼みたい。いや、今シャベル持ってない。君もまだ今日一日はチームの一員だからな。何がおかしい。コーチによくそう言われながらベンチに下げられた。国際的な問題だ。君にはその件に関する情報の隙間を埋めてほしい。セメントで埋めようか。ここではチームワークを重んじてもらいたい。なぜ笑う。サッカーか野球の試合でもやるのかと思って。この会議の性質上、君には明かせない情報が多少あるということを承知してもらいたい。1週間前、香港でトム・ビショップが消え、ゆうべ上海に姿を現した。スパイ容疑で捕まってる。この作戦チームの性格上、君に全て手の内を明かすわけにはいかないんだが、1週間前に香港支局から消えたトム・ビショップがゆうべ上海近くに現れ、スパイ容疑で逮捕された。今回は特別な任務のため、君に明かすことができない情報もあると承知してほしい。1週間前、トム・ビショップは香港で姿を消し、昨夜上海郊外に現れ、スパイ容疑で逮捕された。これまでの記録をもとにして彼の完全なデータを作成中だ。慎重に対応する必要がある。そこで急遽データを集めて、今トム・ビショップに関する完全なプロフィールを作成しているところなんだ。これまでの記録をもとに現在トム・ビショップについての個人データを作成しているところだ。工作員だと大統領が認めるのは。24時間後。いつから。今からだよ。大統領はいつ発表するんだ。24時間後に。いつから。今からだよ。大統領が声明を発表するのは。明日になる。正確には24時間後。ああ、ちょっと癖があるな。他のはないか。よろしいですか。それにしてくれ。スパイはマティーニだろ。スコッチ、最低で12年ものが。なるほどね。ああ、このスコッチ硬いな。もっと古いのはない。これで。あ、ではすぐ買います。ああ、頼むよ。スパイはマティーニじゃないの。スコッチだ。それも12年以上の。本当に。ねえ、これは今一つだな。他のウイスキーはないのか。これでは。ああ、よろしいですか。ああ、それをくれ。スパイはマティーニだろう。スコッチだ。12年もの以上のな。そうか。他に何か覚えておくこと。南で引退生活を送る金のため、手をつけるな。どんなことがあってもだ。ああ、局員としてやっておくべきことは。引退後は南の島で暮らせるだけの金を貯めろ。手をつけるなよ。どんなことがあっても。わかった。あんたから他に教わっておくべきことは。老後のために貯金しておくんだな。その金には絶対手をつけるな。わかった。